はい。こんにちは。柴崎です。さて、今回のテーマですけどね。実はこちらですよ。はい。どうぞ。ね、見た？ここに書いてあるんだけどね。呉竹のね、岩彩短美という画材です。もう一度、どうぞ。ほら。ここです。ねえ。豪華でしょう。しかもこれね、48色のセットです。さあ、岩彩ですからね。今まで使ってきたね、水彩のことね、どう似ていて、どう違うのかね。また発色はどうなのか。もう、この豪華なセット見て、柴崎、今からウキウキしてます。早速ね、絵を描いてみますね。では、また描き終わったら、あなたとお会いしたいと思います。はい。それじゃあ見てみましょうね。ねえ、岩彩短美ですね。中はどうなってるかな？はい。ちょっと開けてみようね。おお。ね、こう説明文がありますね。岩彩短美とは、水で溶かして使用する固形絵の具。なるほど。鮮やかに色がたくさんありますよ。万の日本の色を中心にね、ある。そして、様々な表現が可能です。ねえ、こんな風に不透明風にも透明風にもかけて、また使いやすいですよ、と書いてありますね。さあ、どうだろう。はい。おー、なるほど。すごいね。見て、赤がずらっと、そして黄色、グリーン、ね。あって、これはブルーかな？そして、柔らかな中間色、白、銀と金が2色あるんだ。へえ。ね、素晴らしいですね、なんか。で、ここにその色の名前書いてあるね。なんだこれが、これなんだね。これが、これだ。ああ、こうやって対応してあるんですね。お、なんか難しい漢字が書いてあるよ。これはいいね。うぐいす、緑、萌え木。で、ここにね、英語でこう示してあるんだ。ね、カドレッドとか、カドミウムオレンジとか。わかりやすいね。じゃあ、ちょっとね、これ見てみましょうね。取れないぞ。どうしたらいいんだ。ここね。はい。ほら。プラスチック外したらまた色が綺麗だね。で、これは、こう取り出せると書いてあったね。なるほど。これがパレットなんだね、一個一個の。うん。ここに名前書いてある。紅梅って書いてあるよ。ローズマダーだ。じゃ、こっちは？曜紅。カーマインだね。ああ、こうやって、下でこうね、取り出して絵の具溶いてると分かんなくなっちゃうから、ちゃんと戻せるようにこう名前書いてあるのかな？親切だね。はい。いや、実際ね、書いてみましょう。まあ、日本画風のね、なんか、モチーフにしようと思ったけど、やっぱりいつもの通りのね、花の絵にしましょうね。はい。こんなんでいいかな。じゃあ塗ってみます。今日平筆で、まずやるよ。これの忘れな草というね、とっても素敵な、名前の色からですね。はい。綺麗だね。うん。で、これ桜色。ですね。名前がおしゃれだな。うん。これは山吹色ですね。日本の名前っていいですね。こう、自然に、こう、ある。そんな色の名前で素敵ですね。うん、薄橙色。色綺麗だね。今こうね、薄めに研いで透明水彩風に塗ってるんだけども、発色はいいですね。見てほら、赤もこんなに綺麗だよ。ね。ローズマダーとかも素敵ですね、これ。これはやっぱり、顔料がしっかりこうね、まあ入ってるってことだね。まあ、これだけさんなら当然かな。だから透明水彩風に書いても素敵なんだ。じゃあ今度はグリーンですね。グリーン色がすごく多いね。ここで思ったんだけども、まあ今日柴崎はね、生物画描いたんだけど、これ風景画描くときにこんなにグリーンの種類が多いからね。ほら、あなたも風景画でね、グリーンの色の作り方悩むでしょう。でもこれ端からこのまま塗っていってもいい感じだね。そしたらいろいろな木とかね、草の種類がこのまま表現できそうな感じがする。ねえ。今度はね、このグリーンとかね、赤とか、こう反対色もこう、のっけてみたいな。ここのブルーも色綺麗だ。藍色とかね。なんか、すごい名前は素敵なんだけど。ね。こうやって、こう赤とね、緑とかね、こう反対色をこう塗るとね、普通色は黒くなっちゃうんだけども、この場合こう見てもちゃんと色が出てるね。じゃあ、ね、一通り色塗ったので、またその中から今度はね、不透明水彩風にね、色を厚塗りしてみますね。色がしっかり出る。で、その上にこの白とかね、グレーを重ねてみます。ちょっと色がどう落ち着くかね。そこを確認したいな。しっとりなってきたね。グレーですよ。ほら。あらら。夢のようにこう色がスッと落ち着いた。こうやって、ね、色をこうつなげたり、落ち着かせたりする仕事も大事なんですね。そうしますと、この非常に鮮やかな今お花の部分ですけども、そういう色がね、また対比的に引き立ってくるんですね。で、今ね、ここで分かったんですけども、まあこれがね、たくさんの色、でも一個一個がその色の、まあ、パレットになってるんですよね。だからそれが結構大きいですよね。だから今柴崎が使っている平筆でも十分絵の具が溶いてこれるんですよ。で、しかもね、まあこれ表面からでわかんないんですけども、この一個一個のパレットの中にね、実は色がぎっちり入ってるってことがね、今絵の具を溶きながら分かってきました。だから表面的に色の種類が多いってだけじゃなくて、一個一個にね、色がたくさんこう詰まってるんだよね。ということは、多分ね、これ呉竹さんはこうプロの方もね、こう対策をね、これで書いてほしい。だからそのためにこれだけ絵の具の種類用意しました。そして絵の具の量もこの一個一個のパレットにたっぷり入ってますよ。というメッセージなのかなと、今柴崎ね、書きながらなんかそうやって思ってきましたよ。さあね、もうだいぶ塗ってきたからね。じゃあこれで本格的にね、もっと不透明風にどんどん塗ってみようね。こう、まあ水彩ってね、まあ、特に不透明水彩、まあ、塗り重ねるとね、少し色がこう、まあ、発色悪くなってくるのね。で、暗くなってくる。で、そこをね、この呉竹さんの、ね、この短美、がね、どう対応するかやってみたいな。うん?どうだこれは。おお、綺麗じゃないですか。ね。こう一回こう抑えた色をまた上から鮮やかに色を重ねる。ちゃんとそれに対応できますね。うん。だからこれはあれだね。こう絵を描いていていじりすぎてなんか色がね。なんかわけわかんなくなってしまう。そういうふうな人は、それ心配ないね。また上からこうやって鮮やかに色で描き起こせるんだもの。それだけこう、顔料がたっぷり入った、しっかりとした、まあ、絵の具だっていうことの証明だね。ほら、黄色なんかも綺麗に出ますよ。ねえ。画面下の方はね、ちょっと、透明水彩風にも描いてありますよ。これ金ですね。金も面白いね。なかなかこういうのを使う機会ないけど、いいですね。はい。さあ、これはもう、なんかアマチュアの方も、セミプロ、プロの方もですね、みんなこれで使えそうな、ね、どなたでも対応できる素晴らしい画材の感じがします。ほら、後から重ねた赤も綺麗だね。嬉しいな、これくださいね。どうです?この可能性、すごい、この絵の具の可能性は。これは絶対試してみたいね。さあ、ね、まあそう喋ってるうちに、まあなんとなく絵が描けてきましたよ。はい、出来上がりです。どうかな?ねえ。今回使ったのは、こちらですね。はい。呉竹さんの顔彩炭美という、まあ、水彩絵の具ですね。そうですね、これね。中開けてみたら赤なんかあんなにいっぱい種類がありまして。48色セットです。ねえ、その基本色、赤とか緑がもうあんなに色があるのかというぐらいね、種類多く取り揃えてありました。だから、この、ね、呉竹さんの中の説明では、色の種類が多いので、そんなに混ぜなくても使えますよ、というふうに書いてありましたね。まさにその通りですね。で、柴崎がやった感じなんですけども、発色はとても良かったんですね。そして、不透明風にも、こう塗ることもできるし、透明風にも塗ることもできました。さあ、ね、こんな、面白い方ですね。もしご興味ありましたらね、あなたも画材屋さんに行って、ちょっと手に取ってご覧になってくださいね。さあ、ということで今回もね、最後まで長い時間見てくれて本当にありがとう。また次回、違うテーマであなたとお会いしたいと思いますね。それまでどうぞお元気でお過ごしくださいね。はい、どうもありがとう。お元気でね。